Alright, let's get on to this next match. Quarterfinals. 大会5日目。いよいよ戦いはベスト8に突入。第1試合は小学生時代にヒューガたちと同じチームだった選手8人を擁する埼玉県代表明和東中が勝利。第2試合は東京都代表東邦学園がヒューガをかきながらも若島津や沢田らの活躍で余裕の勝利。そして残すは第3試合の北海道代表富良野中対愛媛県代表南宇和中、第4試合の静岡県代表南葛中対長崎県代表平戸中となった。富良野中サッカー部マネージャー藤沢よし子。はい、分かってます。サッカー部が負けたらその日すぐにお父さんのいるアメリカに。はいはい、それじゃあ。私が日本にいられるのは長くてもあと3日。このままでいいの、松山君。マネージャー、監督が呼んでたぜ。うん、今行くね。ああ、松山君。ん？また後でな。いいの、このままで。だって今の松山君は、今日の試合に勝つことしか考えない。You're gonna lose, girl. You're about to lose, girl.準々決勝第3試合は予想外の展開。ここまで抜群のチームワークで勝ち上がり、南葛、東邦に次ぐ優勝候補と目されていた松山君率いる富良野中央、初出場ながら今大会注目のテクニシャンとも言われる石田君率いる南宇和中が1対0とリード。南宇和中は試合開始早々、石田君のパスをセンターフォワードの武井君がキーパーと競り合いながらもパワーで押し切ったヘディングで先制。これが影響したか、富良野中は自慢のパスワークが南宇和に呼ばれ気味でなかなかペースをつかめず、さらに2度の決定的チャンスをセンターフォワードの小田君がいずれも外し、いまだノーゴール。さあ南宇和中、このまま優勝候補を押し切るのか。俺のせいだ、俺がきちんと決めていれば。いくらパスワークが得意でも、俺との一騎打ちを怖がってパスばかり出すようなやつがキャプテンじゃ、お前たちに勝ち目なんてないぜ。お前なんか怖くなどない。ただサッカーはチームスポーツというだけだ。確かにサッカーはチームスポーツ、パスはその基本で、しかも仲間を信頼していなければ出せない。でも逆に言えば、仲間頼りの戦い方で自分の実力に自信がない証拠とも言えるんだぜ。何？さあ自らボールを持ち攻め上がる石田君、1点目を挙げた武井君の頭に再び合わせるのか。ここで南宇和が追加点を取れば試合の行方は決定的になります。みんな武井から目を離すな。俺をなめるなよ。もらった。あっと石田君、フラのディフェンスの隙をついてロングシュートだ。まずい。決めさせるか。Damn. 何？ Got the same face. 取った。これは加藤君、フラの中を救うファインセーブだ。来い加藤、こんな奴らにフラノが負けてたまるか。はい、
に続け。これは蔵の中全員攻撃だ。みんな、蔵野の攻めはパスが中心だ。今まで通りパスコースを塞げ。クソったれ、一年中土のグラウンドでサッカーができる連中に俺たちが負けてたまるか。おっと松山くん、一度もパスを出さずにロングシュートだ。何？決まった。強引とも思えた松山くんのシュート、すさまじい勢いで見ながら通りに飛び込んだ。蔵の中の全員攻撃を見てパスを読んでいた南上中、完全に裏をかかれた。やったキャプテン。まだだ、まだ終わりじゃない。さあ第3試合も残り時間わずか。同点に追いつき波に乗る蔵野中、再び全員で上がり最後の攻勢をかける。ボールを持った松山君、さあどうする。またあのシュートが来るぞ。松山にマークだ。He's gonna pass. カナダ、何？あっと松山君、先ほどとは違い今度はパスだ。蔵野中得意のパスワークで攻める。みんな落ち着け、パスコースを読んでカットするんだ。おう、南岩中、武井君も戻ってのディフェンスだ。ここだ、もらった。これはうまい、武井君インターセプト。クリアだ、させるか。何？これはすごい。蔵野中ボールを取られても他の選手がカバーに入る、まさに攻防一体。キャプテン、さあここで再び松山君にボールが渡った。あっとそれを読んでいたが石田君が突っかかっていく。やはりな、いくらチームワークに優れているとはいえ最後はやはり松山頼りだよな。松山、お前を止めて最後の攻撃にかける。石田、望み通り1対1で勝負してやるぜ。ベア、石田が負けた。あっ、かわした。キャプテン同士の対決は松山君に軍配が上がった。松山君、これでフリーになった。決定的チャンスだ。それ、あっと松山君、ここでもシュートに行かない。パスだ。キャプテン、お前が決めろ。俺だ、フラノのセンターフォワードはお前なんだ。今日でも失敗している俺をここで決めなきゃ男じゃない。いけ。決まった。小田君、3度目の正直、蔵野中決定的な勝ち越しゴール。ここで試合終了。蔵野中苦しみながらも準決勝進出だ。やったやったな小田。松山、あの小田君の勝ち越しゴール、さっきのタイミングならば松山君は自分でも決められたはず。もし小田君が失敗すればそれは取り返しのつかない失敗だった。それでもあえて不調の小田君に、松山君、君はそこまでチームメイトを信頼しているのか。今日の相手平戸中はここまでの試合を全て1対0で勝ってきたチームだ。守りは厚いが
南葛の攻撃力ならば突破できるはずだ。気を引き締めていけ。はい。平戸中か。そういえば予選の時からうちを偵察に来てたらしいな。初出場だし特別マークはしてなかったが、さっきの試合の南宇和中みたいなこともある。今までベールをかぶっていた思わぬダークホース。そんなことがあっても不思議じゃないぞ。ようやくこの日が来たたい。ええ、俺たちは南葛と戦うためにここへ来たんですからね。その通り。他の試合などどうでもいいたい。わしらの本当の力いよいよ発揮する時が来たたい。全国中学生サッカー大会も準々決勝、ベスト4はすでに3チームまで出揃いました。さあ残る一つの椅子をかけ、いよいよ前回覇者大会 V3 を狙う南葛中学と、今大会ここまで全て1対0という心象で勝ち残ってきた平戸中学の激突です。果たして初出場の平戸がどこまで王者南葛に食い下がれるか、それがこの試合のポイントでしょう。南葛の連勝記録わしらが止めてやるたい。何？さてそれはどうかな。これはこれは南葛キャプテンの大空翼くん。ま、今日はお互い勝利を目指して頑張ろうたい。こちらこそ。観客の大多数は当然南葛の勝利と確信してるだろうが残念ながらこの試合勝つのはわし。 OK、 ご確認。余裕の笑い。やはり平戸中には今までの試合には出さなかった何かがあるぞ。さあ今日がわしらの開幕みたい。やっと本気を出せますね。おう、目いっぱい暴れるたい。け、何言ってやがる。長野君、みんな気を引き締めていくんだ。彼らにはきっと何かがある。ここからシュートに持っていく。これは見事にキャッチ。チャーバディパントキック、どこまで運ぶか。翼くん、ダイレクトでパス。タキくん、ここだ。ワンタッチで送る。キスギくん、シュート。今ダイレクトチャージ。パントキックで大きく蹴り出した。頭でつなぐ。シュートを放った。畠山くん、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。パスを受けた。素早くつなぎます。児童くん、このパスをカットします。 Two big guys out here, boy. 野田くん、ここはパスに決まった。チャンス。児童さん、キムズくん、ここからチャンス。わしを止めてみろかい。 A big guy too, boy. 高杉くん、パスを待つ。スライディングです。What? 横にかわしてコッパー。佐野くん、巧みにひょいとかわした。高杉くん、ここは抜かせません。佐野くん、このパスをカットします。エラン、ボーイ。キスギくん、素早くつなぎます。そい、長野くん、素早く横にかわす。野田くん、ボールダッシュ成功。かわして振り切った。佐野くん、ひょいとかわした。カルマですのような動き。佐野くん、ここだ。ナイスマスでシュート。さあボールと真っ向勝負。第一球に抑えた。パントキック、どこまで運べるか。素早くつなぎます。翼くん、ボールは友達。またくらえ、わしのパワーディフェンス。Oh, what's gonna try to dislocate my shoulder? Yup. Guys, I hear boy. Ten
Hold on to me. It's not 12, it's not 1:30 yet. That's crazy. What? Dude, look how the f- Tackling me, dude. これはタッチを終わります。スローインからの再開です。森末くん、激しいタックル、かばして振り切った。森末くん、パスを回す。それ長野くん、ボールを狙うも届かない。いけ、チャンスが決まった。高杉くん、ここは勝負をかけた。南葛、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。ドリブルでボールを運ぶ。伊沢くん、ここは抜かせません。ドリブルでボールを運ぶ。翼くん、シュート。畠山くん、ボールはまだ生きている。体ごとぶつかっていった。翼くん、お箱のヒールリフトだ。体ごとぶつかっていった。これはタッチを終わります。
置からのスローイン。翼君、得意のヒールリフトで抜いた。長岡君、ここは抜かせません。時計は30分も過ぎました。前半のアディショナルタイム突入です。ここは抜かせません。中里君、ここはクリアだ。Fuck, man, this guy's... Give me someone! Yes! I got it! Yes! Akisawa-kun, here's a pass. Oh, man! Oh my god. ここで前半終了のホイッスル。思わぬダークホースの出現だ。初出後半、南葛は翼くん。Sticky defense, they're tackling me. What sticky defense? くそ、あいつら強いぜ。しかも翼の怪我も。諦めてどうする、みんな。まだ前半が終わったばかりじゃないか。あ、はい。でも。あの地頭のパワー、ひょっとするとヒューガ以上かもしれない。佐野ってやつとのコンビもあるし、どうやって止めればいいんだよ。翼、さあ行こうみんな、後半戦だ。翼、俺たち南葛のサッカーをすればまだまだチャンスはある。頑張ろう。ああそうだよな、とにかくやるしかない。取られた点はもうどうにもならないんだ。みんなでやるしかないな。まだだ、まだ十分に追いつける。この試合まだ一本も打っていない。あのシュート、あれがあれば。伊沢、後半が始まったらすぐに俺に渡してくれ。まず1点、俺がぶち込む。よし、わかった。行くぞ、平戸。俺のドライブシュート。まず初めに食らうのは君たちだ。OK。やりましたね、キャプテン。こっちのペースですよ。ああ、後半もこのペースで行きたい。はい。面白くないたい。わしが初めて真剣になった相手、南葛、そして大空翼。それがこの程度とは。所詮サッカーなんてこんなもんか。喧嘩でもサッカーでもわしより強いやつはおらんのかいの。行くよロベルト、俺のドライブシュート、テイクオフだ。慌てんでもよかたい。いくら威力があっても枠に行かないんじゃ。なに、ダン、入った。いや、ついに決まったぞ。これはすごい、翼くん。ゴール頭上をはるか超えるかと思われたシュート。しかし鋭いドライブ回転がかかったボールは急降下してゴールイン。なんという中学生だ、大空翼くん。OK。後半戦キックオフ。That's crazy, dude.
盛りすぎ、素早く横にかわす。佐野くん、カルマたちのような動き。All of these guys? Come on! Panto kick. どこまで運べるか。タキ君、素早く。セラタ君、これは南米式のドリブルだ。渾身のシュートだ。ライブシュート。ライブシュートだ。Oh, go boy!Oh, I see an opening. Damn, I think it's crazy. What are you doing, dude?Ooh, again, it's here, boy. Ooh. I think it's broken. That's what I need, boy.Baby, Tsubasa君に軍配が上がりました。それにしても凄まじい、凄まじいばかりの威力です。Tsubasa君のドライブシュート、ロベルトが教えてくれたドライブシュートは無敵なんだ。Oh my god, this guy's always injured.しないキャプテンだね。何度も何度も格好悪く倒れちゃったりして。 Yeah, yeah, dude. You're always injured. どこが格好悪い。 I do, Ryo. 少し休んでろ。俺たちだってもうこれ以上得点させないよ。 Yeah, so some of them. ありがとう。 4-1. 行くぞ南葛、勝負はこれからだ。佐野、しかしドライブシュート2発か。喧嘩でどんな蹴りを食らったより効いたぜ。ここからチャンスを作れるか。God.
月くん、ここからチャンスを作れるか。また抜かせません。Should've kind of shoot it a long time ago. Shit. Damn. Fuck. I had that.Damn! Give me someone. There's two big guys over here. Oh!Dude, oh my, how much stamina does that guy have? Shit. Oh my god. Give me someone. Get him. I like how that fucking little step at the end he does. Why do you stop, dude? Why do you stop? What?Get him, boy! Let's go. Fuck. What? What? Oh my god! Oh, yeah.
キックで大きく蹴り出した。ついにここで試合終了の笛。南葛勝ちました。これで3年連続ベスト4進出が決定。久しぶりの負けたい。やはり負けるのは悔しいが、なんだか今は清々しい気持ちだい。立て、佐野。キャプテン。泣くな。お前にはもう一年あるたい。来年もまたここに来て、今度こそ優勝しろたい。はい。さあ、負けたわしらは潔く引き上げるたい。大空翼、1年間だけと思っていたが、お前を倒すまではサッカーをやめるわけにはいかんたいの。